はい、ゴーストホスピタル第4回やっていきたいと思います。今回でね、最終回でいけたらいいなっていう感じでしょうか。うん、今回で最終回になったらいいなっていう。前回はね、このかっこいいこと白蛇のお姉ちゃんと、このちょっと行っちゃってるね、受付のお姉さん、ちょっとね、ヤンデレのこの話が中心だったかな。で、なんかここがパコーンと開いた感じで行きますかね、行きましょう。あ、なんか、なかったかな。怖いんです。どうだったかな？ここじゃないっけ？一度見たことある気がする。なんか、ここはいけんの？ダメね。次どこ行くんだっけ？ちょっと誰か教えてください。次どこに行けばいいか。ハム太郎、トロフィー、あれどこ行くんだろう次。ちょっと見返さないとわかんないかな、前回の。ここ行けなかったとことかはダメと。集めるやつは終わったんだっけ？あれ、なんかいけるようになってる？清掃中だぞ人間。これで、あ、ここだったんだね。これで足りるよ。超神。また時間置いたら来てくれるかな。すぐなるのかな。ここしかなんて行く場所ないもんね。あ、できてるできてる。あ、じゃあ次こっからね。なんか下に行っちゃったけど、よかった。すぐ下に行っちゃったけど、こういう時上に何かを待っている。ここはなんだ。よし。精神病棟入り口完成した。エレベーター作るだけ？君はすごく前に出会った地理学者さんでしょ？こなれてると思ってたの。地理学者。会議室でヘビ先生が君見つけたら呼んでおいてって言ってた。はいはい、あ、これがフラグね。戻りましょうか。うん、ヘビ先生ってこれだよね。あ、精神病棟の修理は終わったか。
それじゃあ損とデビットも呼んでくるわ。話を整理すると、メアリーは過去の精神病棟にいる。過去ね、昔の。助ける方法はシンプル。枕を過去の精神病棟に送り込んで助ける。わかったか。メアリーの希望で俺が過去の精神病棟に送った。メアリーはどうやらトーマスという人物の日記を病棟を歩き回って見つけた。俺が調べてメアリーに教えたことは、その日記を見る限り、メアリーの実の父親だった。トーマスはメアリーの父親。メアリーは僕と一緒で幼い頃から孤児院で育ったので、両親の顔を覚えていないそうなんですが、どうやってトーマスという人がメアリーの父親だって調べたんですか？見つかった日記に血がべっとりついていた。どうして過去の精神病棟へ？父親のことが知りたいって言うから精神病棟にある過去を映す絵画の話。過去を映す絵画。帰り道も考えて設計したから待ってれば戻ってくるはず。それでも行くんだろう。はい。ここで残念なお知らせ。向こうに送るマシンは準備できても、帰れる方法はメアリーが持ってるもので最後。だが精神病棟にはあらかじめもう一つのゆりかごがある。それに乗って帰ってくれば問題ない。ゆりかご。小さいからおそらく、主人公、自分だけが行くってことね。まあ、行ってきますわ、過去にね。過去。過去に飛ぶのは？時のエレベーター。患者が一番幸せだった過去を映し、それを見せる施設。精神病棟のエレベーターは過去を映すものだけじゃなく、本当に過去に行けるエレベーターになる。いや、過去に行けるなら、戻れるようにしたらどうなの？院長のところに行ってから精神病棟に来い。まあまあ、ちょっとフラグをね、片付けていきましょう。あ、もう食べてないの。じゃあ、ちょっと食べさせて。ダメか。どこへ行ってしまったの。すんすん。精神病棟。あ、行っちゃった。やばいやつが。なんか靴持っていかないといけないのかな、お靴は。まあいいや。委員長、
長、あれ院長のとこに行ってから、あれさっきの院長じゃなかったっけ。普通の先生だっけさっきの。忘れたけど、まあ、いあ、ちょっとセーブしてから行きましょう。セーブ、もうキリンちゃんになったの？常にキリンになったのか。行きづらいよね、これ。いや。もう行けるんですかね。もう一回行ってみるか。ないか。ああ、横の人間どもが厄介。今からでも機械系を学習してお姉様に気に入られて。妄想か妄想が。まあ害がないならいいか。いよいよ行くんだね。チップは入ってる。頭に。過去に。私のために手紙の配達を頼めるかい。過去でクスという人物に会ったらこれを渡してください。クスさん、お前準備できてるか。できた。とりあえず乗れ。はい。乗ったな。乗りました。さよなら。もう、ムービー豊富だな、ムービーが。あ、かわいい。音が。オルゴール的な。いや、凝ってるなぁ。素敵じゃん。なんだっけ？あ、かわいい。かわいい。あらららららら。あらぁ。移ろいの精神病棟へ。かわいい。ウケるっていうか、嬉しいけどね。あら、かわいい。かわいい。おじいちゃんもかわいい。あ、クスって、お手紙、預かってるよ。改めてようこそ、ここはうつろいぬ精神病棟、ヨナの病棟だよ。君が来ることも、メアリーが来ることも、私たちは知っててずっと待ってたの。メアリー様は奥にいらっしゃいます。出発される前にぜひパーティーに参加していってください。なら、さっと会えるのかな？あ、なんか、にやってしてる。この子。あら、あら、わー、かわいい。なに、わー、あらららら、らかわいい。あら、凝ってる。凝ってるね。違う。あ、でもこの子は可愛い。あら、カメラ。おっきいガトーショコラもあるよ。
ガトーショコラ。もしかしてないの？おほほほほ。おほほほほ。私先にミアリーのとこにいる。行くね。それじゃあ枕様は私が案内しておきます。すっかり忘れておりました。かわいい飾り付けに夢中になるばかり、羊としてあるまじきことですよ。ガトーショコラ作りお手伝いしていただけないでしょうか。このジーヤをお助けくだされ。いいよ、ありがとうございます。じゃ召喚術を使ってゲストを呼んでみんなで作りましょう。なんか割と呼ばれてたもんね、過去に。なんか姿かわいいのか。あ、セーブしましょう一旦。お兄たん、アリちゃん、あ、あーはーはー、なんか落ちてないかな。はー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 、あら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 、すごいな。時計塔の先でパーティーだってよ。今日のパーティーは人間が紛れているらしいですよ。人間をぜひとも一度は見ておきたいですね。これも全部虫ちゃんか。虫ちゃんだ。観光で来たの？この病棟もうすぐ崩れちゃう。これなんだ？あ、カタツムリかな？好きな帽子全部つけてきちゃった。かわいい。時計塔の奥から美味しそうな匂いがする。すごい量の虫ね。下の階の自分の部屋から集まっているのよ。虫の一族。生かした蝶々になりたかった。もうかっこいいね。虫込みはちょっと苦手。はぁ。賑やかで良いね。この先時計塔だよ。歯車を回して進んでね。なんかあるね。すごい虫高密度ですね。昔はこの時計も元気に時間を刻んでいたが、今はもう動かない。青様が亡くなった時に止まってしまった。あ、これちょっと枕に似てるわ。もうちょっとで帰るようなのにやる気が出ないな。むにゃむにゃ、わかる。エレベーターで最上階までやってきたんだろう。僕は運動のため下の階から徒歩で来たんだ。んー、これオッドアイだ、オッドアイ。病死の音は私たちの故郷の音なのよ。ルナ様とはもうお会いした？かわいいよな。カウンセラーされるとき頭を撫でてもらえるんだが、気絶する人が絶えなかった。危険なのかな。もう少し大きく動いた方が喜んでもらえるかな。動いてはないね。猫のような毛虫がわしゃわしゃ佇んでいる。柄にもなく私は出される茶菓子が楽しみである。か
絵画で花畑を見るのが好きなの。でも絵画は見た本人の記憶しか 見せないの。あなたにはもう見せてあげたかったわ。いい花畑を見たことがあるんだね。さて、めぼしいものはなさそうね。あ、来ました。スイーツね。ガトーショコラ作ってまいりましょう。デコレーション素材を持ってきていただけますか？無視族に伝わる秘術が使えるようになったはず。物の数だけ経過した時間があり、たくさんの思い出がありますよね。私たちムチは時間を大切にします。触れたものの経過を吟味し、そこからあなたの欲しいものが手に入るはずです。わからんけど、必要なのは香りのハーブにデコレーションできるものが2つほどあると嬉しい。ちょっとわからんね。記憶の断片。私が出産中に電気が消えたものだから、その時パパは大慌てでね、病院からお店に爆走して、昼間だったんだけど寝ていた店の主人を叩き起こして、あなたは温かいろうそくに囲まれて生まれたのよ。あの日は人生で最高の日だったな。デコレーションキャンドルを手に入れた。香りのハーブって言ってたね。もう記憶見えないんだ。こんにちは。なんか見たことあるね、君。過去の自分が一生懸命掃除をしてる。友達を探すためにがむしゃらだ。へー。あ、なんか、逆にこの子いたな。この子、いたよね。いたわ。なんか、ちらっと覚えあるかもしれない。なんもないんかな？セーブしようか。うん。電話が鳴っている。なんだー。念はね、無事で何より。枕聞こえてるかい？繋がったな。モニターもきちんと動いてる。精神病棟か。懐かしいところだな。クスさんとはギアの形状で熱く語り合ったいい思い出が。パーティー崩壊寸前に直前に悠長にパーティーしてやがったのか。だったら逃げろよ。僕も失礼してもいいですか？僕です、ジルです。うん、なんかお茶会してる。向こうでお茶会をしている。あれ、うん、今はみんなで通信室にいます。できる限りサポートできたらなと思ってます。ヨナ先生は幼いですが精神病棟担当のカウンセラーです。一緒にいたおじいさんと病棟を仕切っています。彼女たちはかなり特殊な種族で、予知、予言、時間操作ができると言われています。病棟が崩れること自体知ってるってことじゃねえか。おそらく何か事情があったのだと思います。
メアリーさんを探しつつ聞き出していただけませんか。あ、なんで崩壊するのに予知できたのにほっといたのかってことか。魔法人の件ですが、別世界をまたぐ転移魔法の魔法人のようでした。元の世界に帰るためには今ある魔法人を使うか別の方法を探さないといけない。うーん、後でかけ直すからな。それまでにミアリを見つけないとぶっ殺す。怖いです。これは過去の自分がジューサーを起動させている。あ、スライムだこれ。あー、うーん、あー、なるほど。あ、でもあっちだよね多分。あれ、これだよね。あ、これ、あ、記憶の断片。丁寧にリボンで装飾された封筒が届いた。都会へ行くあなたへ。初めての仕事は大変でしょう。うまくできなくて眠れない夜もあると思います。ハーブパウダーをミルクに混ぜて飲んでみてください。これできっとぐっすり眠れますよ。ありがとう。これは最高の贈り物だ。デコレーションハーブを手に入れた。で、ここか。これは記憶の断片。そのネックレス、とても綺麗だね。ありがとう。これは引っ越しちゃった友達からもらったの。これを耳に当てると、少しの間時間が止まって、まるで友達と遊んだ森の木々の揺れの音が聞こえるんだ。いいね。これは最高のお守りなんだよ。どこでもセーブお守り。どこでもセーブお守り結構なんか欲しいな。普通に木々の音が聞こえて癒されるなら。あ、過去の自分だ。一心不乱すぎて周りが見えていない。ここなんかある、あるね。これは記憶の断片。ママ、誕生日おめでとう。これは私からのプレゼント。ごめんね、ママ。ママが欲しかった虹色石、どこにも見つからなくて。いいえ、これは本物よ。私にとっては最高のプレゼント。レインボージュエルを手に入れた。ここだね。これは記憶の断片。リッキーが亡くなってからすごく寂しくなったね。リッキーはやんちゃでいつも散歩に連れて行ってさ。毎日大変だったけどすごく楽しかった。彼が大好きだった色紙を一緒に埋めてあげたら、そこからお花がたくさん咲いたんだよ。これはきっと彼からの最高のお返しなんだ。デコレーション色紙を手に入れた。記憶の断片がすごいいい雰囲気あるね。うん。デコレーション揃ったかな。チョコレートの匂いが広がってる。それをセーブするね。全部集め終わりましたか。それじゃ飾っていきましょう。ハーブの分量は合ってたでしょうか。いい匂いです。
どこでもセーブショコラを手に入れた。それではパーティーの会場にお越しください。よかった、別に一本道だったね。特にユナ様、大好きな紅茶とガトーショコラでございますじゃ。いやー、かわいい、美味しそう。あ、クスのお手伝いありがとう。こっちでお話ししよう。改めて自己紹介、私はユナだよ。こう見えてここの先生なの。ここ精神病棟の担当医でカウンセラーをしてるんだよ。私はクスです。お嬢様の執事と同じくカウンセラーをさせていただいてます。枕は精神病棟が崩れて今は存在しないことは知っているよね。はい、未来のことはわかるってこと。どうして過去の私たちが知ってるのかって、うん、それはね、今の時刻は48時564分。どういうことだ。予知によれば、そう、私たちは時間を操ったり未来や過去を見たりできるんだよ。それで病棟が崩れることはずっと前から分かってたの。でもね、ヨナはまだその能力に目覚めてなくて、クスに代わりに見てもらってるんだ。ヨナ様ももう少し大きくなれば予知能力を使えるようになりますよ。いや、すみません、この後病棟が崩れるなんてすっかり忘れてしまいますな。いいんだよ、最後に忘れるくらい楽しめてるから、ヨナはそれで十分。どういうこと。いろいろ危険予知をしたとしても未来には干渉してはいけません。分かってるけどあえて変えないということ。未来を変えるようなことをすれば世界に歪みができてしまい、悪影響は災害が起こる。精神病棟のみんなとも話し合ったの。みんな大事な家族を歪みに巻き込みたくないって。定められた未来なら受け入れようって決めたんだ。今日は崩れちゃう前の大パーティーなの。なんと、まだ時間はありますゆえ、お帰りになられる前にメアリー様と楽しんでいってくださいね。枕、あ、はい、ご来た。枕でしょ、どうしてここへ。枕もゼザス先生に送ってもらったの。そうだったんだ。メアリーすごく似合ってるでしょ。ヨナ頑張ったんだよ。お綺麗ですぞ。かわゆいね、かわいい。あのね、枕、私を迎えに来てくれたんだと思うけど、すぐには帰れないの。ゼナス先生から聞いたかもしれないけど、この病院には私の行方不明になってたパパが来ていた痕跡がある。これを見て。トーマスのメモを手に入れた。このノート、ここに以前飛ばされた人が病院についていろんなメモを残していて、帰れる方法がわかるんじゃないかってずっといろんなところを本を頼りに歩いていたの。ここに書いてあるトーマス、これがこの本の持ち主の名前。そして最後のメモ、モーリスを亡くした今、僕には帰れる術はない。僕は列車病棟に向かうことにした。たとえこの命が尽きたとしても君を見守っているよ、愛しのマリア、そしてメアリートーマス・スミス。ずっと私捨てられたと思ってた。でも違ったの。多分もうパパはこの世にいないんだと思う。けど最後にどうなったか知りたいの。同姓同名じゃないよね。ワンちゃん。
私ずっとパパを憎んでいたのに、だからせめて知らなきゃって。この精神病棟には過去を映し出す絵があって、それが答えを教えてくれるかもしれない。だから枕、私が絵画を見終わるまで待ってくれない？いいよ。じゃあ少しパーティーを楽しんでから見に行ってくるね。いち早く見てからパーティーを楽しんだらどうかなと思うけどね。いろいろ見て回って楽しんでね。パーティーを楽しもう。ガトーショコラ美味しい。どうしてみんな食べないんだろう。ハーブの分量合ってたでしょうか。あ、手紙ね。チャンシー殿からですね。なんでしょう。食べたいなこれ。食べた？食べた？全部食べても怒られませんかね。しょっぱいものが欲しくなってきた。なんか音がするんだけど、ぷにょぷにょ。僕の帽子は誰にもあげないよ。よくデザインできるよな。ガトーショコラは食べるなよ。なんで？ああ、僕が食べるからってことね。虫をダメにする眉玉クッション。右に行くとテラスがあるよ。ちょっとこっち見てからにしよう。ケーキ美味しい。ケーキ美味しい。兄ちゃんと一緒に時計塔のお掃除してるの。偉いね。時計塔のメンテナンスをしている。この先は立ち入り禁止の部屋。うん。プチケーキ作り手伝ったのよ。あ、これか、なってんのこれ。違うか。ぷにゅぷにゅって。どこもかしこも甘い匂いだ。糸を履ける子たちが頑張ってふわふわのクッションを作ってくれたんだ。それに僕がペイントしたんだ。いい香り。すごい世界観がいいよね。ぷにゅ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 ってのはなんだ。やっぱクッションかな、これ。ガトーショコラどうやって準備したの？センスいいじゃん。立派な口があるみたいね。私はこの立派なストローで生クリームをチューチュー楽しんでる。蝶々みたいな感じかな。この先は過去の回路、過去を見ることができる回路が飾ってあるよ。幸せだった記憶しか映さない。なんと甘ったるい匂い嫌いじゃない。こんな日に新入り？寝そべって虚空を見るのが好きなんだ。やっぱりこのクッション触ったらぷにゅぷにゅ言うのかな。セーブはありますか？セーブ。一旦未来に行っとこう。眉玉クッションぷにゅぷにゅ。クスさんと一緒にお菓子をたくさん作ったのよ。いっぱい食べたいね。なんか別にさ、逃げたりしていいと思うんだけど。いいね。最上階、景色いいな。フェンスが切れてるとこ、もともと何かあったんじゃないかな。一休みなり。飛び立ったらすごい気持ちよさそうだね。食べすぎた。
ここに何かがあるような、そんな気がする。おかしな桟橋だ。モーリスの日記。病院のポスターにレッドガールっていう犯罪者のポスターが貼ってなかったかしら。これは噂だけど、このテラスはそのレッドガールの改変犯罪でできたらしい。せっかくいいところにできたテラスの中から、あなたも向こうの景色を楽しんだら。とかは分かりませんが、一旦セーブはしたい気持ちではある。こっち行けないのかな。この先にメアリーがいる。帰ってくるまで待っていた方が良さそうだ。へえ、だいたい話したけどね。下に行ってみる。あ、そうね、セーブしよう、セーブ。こんだけ話をしたんだし。だいたい話したけど、ざっとは。食べれないのが残念だけどっていうのはどういうことだ。ガトーショコラは食べるなよ。これを食べたら惨劇が始まるってこと。メアリーもういい、いいんじゃないの。なんかフラグ足りない感じか。だいたい喋ったよね。そのトーマス云々のさ、手紙絶対見てないんだけど、読んだ方がいいのかな。モーリスとモーリスとおるぞ。モーリスが持っていた魔導書、あれは魔導書じゃない。本のカバーを取ってみたら違う題名が記されていた。これは予言の書であり、本に書かれた通りにことを進めると予言書の通りになる。内容は変わる。娘の蘇生に関することが書かれていた。なんだか情報量が多すぎて、予言書に書かれた工程を一つ一つ進めているが、その工程が今よりも非道なものになっていたらどうする。現時点で娘の墓を掘り起こしたり、病棟の患者から血を抜いたりしてるのだ。ジャイルズとモーリスには黙って計画を進める。メアリーのため最後までやり遂げてみせる。なるほど。不穏になってきましたが、娘の蘇生には犠牲が必要だった。モーリスを亡くした今、僕には帰れる術はない。僕は列車病棟に向かうことにした。たとえこの命が尽きたとしても。お父ちゃんやらかした。なんかトーマスさんは。モーリスの日記、日誌は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 がない。11,12,13。
毛率 1,2,3,4,5,6 ある。モーリス、が、トーマス、ミャリのお父ちゃんと会って、またやらかした。久々にトーマスと会うことになった廃病院。魔法陣を書く予定だ。ちょっとやらかしたかな、モーリスの約束当日ネル様がついてきそうだったが断った。ネル、ページ数稼がんでいいねん。廃病院、廃病院でなんか魔法陣書いてたってことね。缶ビールが倒れ魔法陣にかかったら音を立てて光り出したと。なんか始まったんかと思った、読んだら。魔法陣が光ったから、おーってなったってことね。現実の世界で。モーリスとトーマスね。なんか魔法陣が発動したってね。で、意識が消えて、気がつくと、駅のホームのような場所のベンチで横になっていた。駅。異世界転生をしたと。ここがさっき言った世界とは違う世界である。この駅はロングコートの男の病院に直結する駅である。魔法のエネルギーを生活で使うことは日常的である。話しかけてきたその男は病院の院長らしく別世界の医者らしい。はい。俺たちはジャイルズの案内で幽霊病院の中を見て回った。魔界の病院は扉の先の空間が病棟によって全く違う世界になっていて、俺たちはとても驚いたが、これは人間世界の技術を真似たものと言われた。エレベーターのことを真似たものだと分かった。まだあるね。ジャイルズと俺たちは人間世界と魔界のいろいろな話をして技術交換をした。人間世界で魔法は使えないものかと思ったが、魔物の血液や魔力の込められた何かがあれば俺たちでも使えるらしい。特にこの世界の水は普通の水と違い、魔力が液状になったもので、魔物は魔法を使うときにしか水を飲まない。そうだ。試しに一杯水を飲んで、炎のちょっとした魔法を教わり使ってみたが、めちゃくちゃ指が熱かったのでもうやらないだろう。
か紅茶か何か飲んだぞような、飲んでないか。魔界って意外といいところだよな。もしまた来れるなら息子のネルソンを連れて行きたい。俺たちが来た頃にはすでに人間世界に行く方法が開発されていた。それを使って俺たちは何度か魔界と人間世界を行き来し、魔物たちと情報交換をした。魔王様にも会った。意外にも小さくてちんまりしていたのに驚いた。技術交換についてはトーマスもかなり熱心で、これ生き返らせる本を読んでたのかな。行き来できるんだね。最近トーマスの様子がおかしい。薬品開発ラボに入っていくのを見た。俺やみんなに内緒で魔界と人間世界に行ったり来たり、そしてそこで何かをしている。なんだか嫌な予感がする。レポート 1,2,3,4,5 全部読むか。一般幽霊病棟、紹介ね。ジャイルズさんって会ったことあったっけ？ちょっと読むのね、疲れてきたわ。毒素感染病棟。この辺は、細かいよね、でも。これは一旦、読むのやめて、ロックだけ見るか。やばいやつだね。プラット先生という死神の先生が担当だったが、美人のナース書いた。ちょっとわかんない。精神病棟はいいんだけど、ちょっと見るだけ、ちょっと読むのはあれだけど、ちょっと見るだけ読ま、ざっと見させて一旦毒素エトワールフィーユね。料理が美味しい。好きだよね、でもこのコックさんが。一番好きかもしれん、コックさん。結核病棟ってどんなんだったっけ。あ、そうだそうだ、あのカエルのやつだ。ミューラーね。全部読んだか。遠くから見るとも生きながらえた少女。滅ぶ自身の肉体。これさ、生きながらえた少女ってメアリーで、滅ぶ自身の体はお父ちゃんのことか。で、遠くから見るともは、もう、モーリスかトーマスか。トーマスか。お父ちゃんが死んで、モーリスは遠くから見てる。そろそろミアリー、いいでしょ。帰ってきたでしょ。こんだけ長々と読んでたんだから、ミアリー。何が足りんの？
何がなりませんか。あ、そう、これね、これの会話が足りなかったな。病棟は崩れるときに乗り遅れるというのが最悪のケースでございます。お迎えに参りましょう。迎えに行きましょう。ロナも行くよ。それは過去の回がみんなに幸せだった頃の記憶を呼び覚まさせてくれるの。メアリーはどこの絵画を見ていったのかな。ちょっとセーブします。絵画を調べた。絵画、君にもこの本借りたいの。それなら先に借りていいよ。あ、メアリーちゃんね、私その本読むの2度目なの。君は5回目なの。このモーリスの怪奇現象図鑑好きなんだね。メアリー、借りる本決まった？君は？この子ね、私がハマってる本5回も読んでたのよ。もうきっとこの本が大好きなのね。私も大好き。私はメアリー、僕はソン。ソンって出てきたっけ、なんかに。ネルソン。違うか。枕は過去を思い出し、心が温かくなった。一緒の記憶かな。あ、一回だけか。一旦、あ、待って、調べてない。待って、全部調べてない。行っちゃった。枕様、ここまでご協力ありがとうございました。私がガトーショコラに睡眠作用があるハーブを混ぜていたのは、枕様にはバレていたかもしれませんね。私は、精神病棟一同はヨナ様と一緒に終わりを迎える気はありません。なるほど。未来が見えず、この精神病棟の崩壊を回避するような行動をとることで、世界に影響する悪影響、それにヨナ様自身が含まれていないことをご存じないのです。ヨナ様は死ななくていい命なのです。でもヨナ様は自分だけ生き残ることはしないでしょう。私たちと共に崩れゆくことを希望されたのだと思います。ですので少々強引に眠っていただきました。予知能力がないから普通に逃げても大丈夫ってことね。切ないな。自分だけ取り残されたような様を支えてやってはくれませんか。でも予知能力ある人だけ死ねばいいんじゃないの。パーティー会場の中央の扉に準備しております。すべて終わったらそちらへお越しください。みんな死ななくてもいいのでは。ちょっと全部見たいからさ、待って。おめえ、このカレー最高だな。あんなに食べるなんてすげー。
パスタ。ボンゴレが好きだけど。フードファイターチャンピオンが引っ越してきたのかと思ったぜ。フードファイターの弟子にしてくれないか。弟子は募集してないから友達で我慢しろ。自分は何者なんだ、自分が。自分が怖いわ。うん。なんでさ、メアリー。嘘だ、メアリー。マリアだけじゃなくて君まで行ってしまうなんて。あららららら。これは、誰の記憶だ？デナス選手の言ってた機械のようだ。わかんない。なんて言ってた？もう見たくない。そういうこともあるのね。モーリス、君が持っていた本、あれは、あれは魔術本ではなかったんだ。これは予言書。書かれた通りにすると、過去の改変や未来の変更ができる魔界のアーティファクトなんだ。お、やめてくれ、モーリス。君とジャイルスが消えれば、メアリーは死ななかったことになるんだよ。ジャイルズって委員長か。ジャイルズさんは委員長。委員長さんで。あとトーマスか。違う。トーマスはお父ちゃんだ。メアリーが幼い頃にマリアは行ってしまった。僕に残されたのはメアリーだけなんだ。親友たちを犠牲にするのは心苦しい。だが僕には彼女しかいない。俺が何も知らないとでも思ってるのか。その未来本の改変後、俺がお前に殺された後、大地震が起こってさらに多くの犠牲が出るんだろ？ごめん、モーリス。あららら、ら、モーリス。お前、いつの間に魔法？これ結構簡単にできるんだ。人間が魔法を使うのは魔物の血液が必要だけど、ここは病院だ。血液なんてたくさんあるからね。君にコツを教えられればよかったのに。モーリス、僕たちってさ、きっといい友達だったよね。ヤンデレー、ヤンデレじゃない、サイコパス。サイコパスの波動が。目に砂がないのにゃ。サイコパスの波動が。電話が鳴っている。うん。つながった。枕、生きてるか？無駄に画質がいい。枕、大丈夫か？顔色がいつもより悪いぞ。でも、この顔色わかる？黒いけど。僕たちに何か話が。カクカクしかじかです。メアリーが、メアリーに一度死んだ過去がある。地震の原因は過去に迷い込んだ人間だったんですね。あの魔法陣を作ったのも、そのトーマスという人物が作ったのでしょうか。うん。あの予言書の一切れと運命の杭、
この病院で過去にそんなことが起きていたなんて。運命の杭って、あの運命の杭ですの？紙に書かれた事象を固定して運命を変える伝説級の魔術道具じゃないですか。遠くから見るとも、生きながらえた少女、滅ぶ自身の体。生きながらえた少女はおそらくメアリーさんのことだったんでしょう。そのページも杭で固定されてないんだろ？じゃあメアリーはどうなってしまうんですか？固定された未来は、固定される前の未来に戻ろうとする。そのページを早く杭で止めろ。ページを杭で固定しますか？これさ、みんなが助かるんじゃない？固定しなかったら。地震起きなくて。時間制限あるこれ。ちょっとメアリーと話し合ってから決めたいとこではあるけど、一旦固定するか。で、話し合ってから決めよっか。自分としては固定しない。後々は。でも、一旦メアリーと話し合ってから決めたいね。気づいてよかった。早くメアリーを連れて帰ってきてくれ。じゃねえと安心できない。しかし、その杭が固定されていることで精神病棟は崩れてしまうんですよね。大丈夫だ、あいつらは受け入れてる。俺たちバラバラだったけど、枕に助けてもらったじゃないか。次は私たちが恩を返す番。ここは無事に帰れるように最後まで手伝ってあげたいですわ。ちょっとどこでセーブした？すべて起きてしまったことです。メアリーにやったら電話かけてくれないか。こめかみのところを強く押すと電話かけれるって言い忘れてたな。何にも心配いらない。ちゃんと電話かけてね。これ、杭を外すっていう選択肢ないんだ。でも、一旦ちょっとこのまま行こうか。いた。迎えに来てくれたんだ。ねえ、枕。私、ジェナス先生の装置を海外につけたまま来ちゃったの。だから見てきたんでしょ？見てきた。正直なのね。あの記憶を見て思い出したの。お母さんが早く亡くなって、パパは一人で私を育ててくれて。でも私のパパはいろいろなものを犠牲にして私を生き返らせた。大事なことなのに忘れてた。でも死んでたんだもんね。きっと思い出せないようにしたのもパパで、孤児院に私を置き去りにしたのもパパだったんだ。この世界はすごいよね。死んだ人間を生き返らせたり、別世界を行き来したり、過去に遡ったり、時間を操ったり、何でもできちゃうんだね。それに比べて私はすごくちっぽけだよね。
まあまあまあ、かけますか。誰にどうやって電話をかけるの？メアリー。枕とそれにメアリー、無事かい？デビットに孫くん？枕、一体どこからみんなの声が聞こえてるの？おいメアリー、俺たちは今枕の体内に埋め込まれた耐熱発電の通信チップからお前に話しかけてる。デダス先生、いろいろと聞いて事情は知っている。大変だったね。もう心配いらないよ。大丈夫かい？いいかメアリー、心を強く持て。そしてすぐ帰ってこい。すごい美味しいカレーもあるぞ。はいはい、ありますよ。みんな、メアリー大丈夫？怖かったよみんな。かわいい。もう許す、メアリー。メアリー生存ルートで、かわいい子は助けないと。全員無事で何よりです。あとはメアリーさんと枕さんが無事に帰ってこれればもう一息ですわね。みんなの声が聞こえてほっとしちゃった。ありがとう先生たち、ありがとうデビッド、ソンク、そして枕。いい景色。みんなは病院のどこに落ちたの？僕は感染病棟の枯葉の上に落ちたよ。その後病棟の毒で死にそうになってたところ、ノエリア先生に助けていただいたんだ。スカル様と運命の出会いですのよ。そんなのがあったね。俺は療養病棟だ。美味しいものがタダで食えて最高だぞ。枕はどこに落ちたの？ロビーの裏の倉庫に落ちたんだ。そこからみんなを探して歩き回ったんだね。ロビー裏の倉庫。そんな部屋ありましたっけ？俺の話をしろよマスター。俺はこのボンクラどもを探すのに一役買ったんだぜ。どなた様？プッチちゃん。俺はこの世界でなんと喋れるようになったのさ。後でメアリー嬢ともいっぱいおしゃべりしてやるぜ。いいねそれ。みんなのおかげで元気出たよ、ありがとう。待て、待てよ。でもね、みんな。私がここでいなくなれば、精神病棟のみんなが助かるかもしれないんだ。はぁ！どうしてメアリーが悔いよ？ヨナ先生からもらった能力で、少し前の過去から取ってきたの。来ないで。私、みんなの犠牲で生きながらえたって幸せに暮らせないよ。いやもう、メアリー生存ルートで納得したのに。女の子が泣いちゃダメなんだよ。メアリーそんなことしちゃダメだ。他にいい方法があるに決まってるだろ。帰ってこい。みんなごめん。みんなとお話できてよかった。そのおかげで決心がついたよ。私ができる犠牲になった人たちのための償いはこれしかないの。メアリー、早まるな。みんなありがとう。さよなら。待って。オーマイガー。ん？建物が崩れ始めた。メアリーがあなた以上精神病とは崩れないんじゃなかったのか？枕、すぐ帰ってこい。道草食ってメアリーの思いを無駄にするな。わかったか？いいな。あら、顔が
もううつきわまっちゃった顔が。顔が。やべやべ。メモ屋のみんなは元気かにゃ。一旦これで。一旦、あ、ここ。避けるゲームね。君はとっくに5回も読み返してるの？この本が好きなんだね。絵画の中に笑顔のメアリーが見える。この装置持って帰れるの？持って帰れんか。まだ食べるの？食いしん坊なんだね。私も負けないぞ。プッチちゃんの鳴き声ってとってもキュートだね。かわいい。え、なんか、悲しくなってきた。みんなありがとう。さよなら。ぷにゅぷにゅじゃないんじゃ？あら？よい、一旦セブン、一旦。最後に君に会えてよかったにゃ。外に出ない方がいい。ちょっと、最高のおしゃれをしている。ロナちゃんとお元気で。弟と別れちゃう。建築家になりたかったんです。天井がキラキラしてる。忘れないで、私たちはここにいたの。お前との別れだって、辛い。ルナちゃんお願いします。怖くないよ。みんな一緒だもん。ルナちゃんをよろしく。マシュはみんなと一緒にいたい、マシュ。怖くなってきちゃった。なんだここは。この空間は。なんというか、いたたまれないというか。みんなさよなら。いや、メアリーもなくしてみんなもなくすっていうのは、ちょっと、犠牲が多すぎないか？犠牲が。ステーキ食べてよけばよかったな。わかる。枕だったら、松茸と、また、松茸と、そうだな。うなぎ、ひつまぶしと、ウニ。時間は止まらない。いや、予知能力がない。あ、でも一人しか帰れないってことか。あ、待って、いいこと言った。そんな悲しい顔してどうしたんだい。そんなものは僕たちに預けていくといい。全部持ってってあげるから。あ、悲しい。泣きたくなった。泣きそうになった。もう見れないのに次の季節が恋しいの。しんみり。来世でもまた大切な人に会えたらいいな。あっちの時間でも元気でな。蝶々になりたかった。君との出会い最高だった。なんか泣きそうになってきたな。来世でまた会おう。よしよし。
ルナちゃんが悲しんだらあんたが支えてあげてよね。昆虫の中で一番好きなのはこのオッドアイの子かな。オッドアイの固まった樹液から解放される、気になってたんだよね、なんか閉じ込められてるから。この崩壊が判明したのはずっと前、その時からオイラたちはヨナちゃんにこのことをずっと隠してたんだ。さよなら、ヨナちゃんをよろしく。なんか悲しくなってきたね。なんかあの緑の人がめちゃくちゃいいこと言ったからさ、これこの人ちょっとじわってきた。行きましょう。お待ちしておりました。まずは魔法を解きましょう。そういえばメアリー様は？そうですか。そうですね。メアリーさんがそうなることは私は存じておりました。して短い。枕様が選んだことはきっと間違っていませんでした。運命は変えられない。メアリー様の行動をもってしても精神病棟の崩壊は止められない。運命は受け入れて進むものなんです。私はこう考えています。あなたたちは運命を正すためにここに呼ばれたのではないでしょうか。今日まできっと何かがねじ曲がったまま放置されていたのだと思います。それが元に戻ろうとしている。きっとあなたたちをこの世界に呼んだのは大事なこと言ってからにしてほしいよね、こういうの。もう時間がないようですね。さあ、ゆりかごにお乗りください。ヨナ様、ジーヤは今日初めてヨナ様に嘘をつきました。私はお先に青様のもとへ向かいます。どうかお許しください。青様は お父さんお母さんとかそういう存在かな。そしてどうか幸せに。崩れちゃう。お、目が覚めました。よかったのか。よくないね。でもメアリーのことが悔しくて、お前の方が悔しいよな。目の前で助けられなくて。確かに腕を引っ張ってちょっと引き止めれなかったのかと。メアリーのことを悔やんだって何も進まないよ。早いね、切り替えが。メアリーは正しいことをした。あるべきところに帰った。本当にメアリーはいいやつだった。枕さん。そう思う。メソメソしてんだね。バシャン。この顔、いいね。この白目。いいか、お前たち。メアリーのために笑顔で帰れ。じゃないと殺す。レナス先生。俺だってこういう時は困る。クスはどこ？ノエリア先生、クスは？クソはどうなったの？ヨナちゃん。ヨナ、お前は、
精神病棟のゆりかごの中で枕と一緒に現在に至るまで眠っていたんだ。クスさんはあなたに生きてほしかったのです。どうかクス先生を責めないであげて。やだ、クスのいない世界なんて。なんで、やだよ。辛いわよね。あちらで休みましょう。枕さん、落ち着いてきましたか？ごめんなさい、結局こんな形になってしまって。謝らないでください。そうだぜ。先生たちにはめちゃくちゃお世話になったし。それに優しい先生に出会えて、会えてよかったぜ。なんかみんな、切り替え早いな。僕にできることはこれぐらいです。なんでしょう。一体何したんですか？メアリーさんは数年前に死亡した過去があり、それが元に戻るということは、死亡した時から今に至るまでの記憶は消えてしまいます。なので皆さんにはその影響を受けないよう魔法を施しました。皆さんはメアリーさんのことを覚えていてあげてください。このぐらいしかできなくて申し訳ないです。院長さん、ありがとな、お化け院長。それじゃあ元の世界に帰ろうか。そうだな、俺たちは魔法陣の部屋で待ってるから、枕も早く来いよ。俺もネズミたちに挨拶してから行くぜ。マスター、また後で。なあ、問診チケット全部集めたぞ。なんかくれるの？隠しカフェにご案内します。ここの裏手にあるのでぜひ来てください。待って、カフェの鍵番号です。メモメモ。あ、美味しいコーヒーで覚えてください。カフェの鍵番号、はい。この番号は違うんだね。オッケー。無音なんだ。あ、固まった。待って。ちょっとやり直します。はい、戻ってきましたね。戻ってきました。うん。売却はまあいいか。購入。毒じゃがいも。毎度ありがとう。魔物診断はいいかな。これも粘土全部集まったのかな。あ、じゃあラスト全部揃ったのか、粘土の。あ、なんですの、開いちゃった。あら、魔界の町に行けんの？ちょっと待って、ちょっと待って、セーブしたいな、セーブしたいな、これはセーブしたいな、ちょっとセーブ じゃあいっぱいになっちゃったから1あたりにしますかね。はららららら、どうします？どうします？どこでもセーブショコラ。はいはい。ちょっとうるさいか、大丈夫か BGM。 おいしい。甘すぎないチョコレートの味にオレンジのアクセント、さらにはザラメの歯ごたえで無限に楽しめる味です。
こちらはお礼です。カップケーキをもらった。手作りカップケーキです。あらら、嬉しい。ほな、これは渡したから、これね。あれ、これは集めれなかったか。あ、じゃあ、ちょっとお話ししたかった人を、あれ、話しかけれない?あれ?町へ行きますか?ちょっと待った。そんな大冒険に出てしまっていいのか?ちょっと待って話ができないのか。裏手にあるカフェにも行きたいしね。待って、こっから冒険始まるとかになると話が、流れが変わってくるぞ。ちょっとさっき固まったから話しかけのやめとこう。まあカフェに行くか。さっきのね、過去のみんな元気だったし、あれ渡したよ、あの手紙。手紙な、何だったの?でも、手紙。何だったんだろうね、手紙は。全滅エンドはちょっとな。この番号も気になるけどね。じゃあ一旦、待って、これさ、こんな部屋ありましたっけって言ってたよね。そんな部屋ありましたっけ。マネージャーカフェ。キーマネージャーブローチを。裏話が聞きたければ、人間さんのいる場所、カウンター越しから話しかけてください。私と、おしゃべりします。このお客は自分の帽子を片手で掴んで、顔のような手をペコリと下げた。ティングポップハットを受け取った。ココア飲んでる。枕もココアを飲んでました。あら、かわいいんじゃん?あら、かわいいんじゃん?持ってないやつ。買おうか。これは渡したもんね、サビタンと。なんか牛乳持ってるな。怖っ。フィギュアリンブローチを受け取った。そばにブローチがかけてあった。これ持って、ツートン GL ブローチを受け取った。じゃあ1億ボンちょうだい。いいよ、溜まってからでも。うちのさ、妹がさ、町の方に城を建てたらしいんだよね。うちみたいに手と足が生えて2本足で立ってるものはめっちゃ丸くある職なんだ。へえ、つまり勝ち組ってことよ。5億ボーン欲しい。なんかピクピク動いてるな、これ。どういうこと?私は月星人です。月明かりのブローチを手に入れた。
太陽さんとは太陽系チャットで仲良くなったんですよ。チャット、僕は太陽星人だよ、よろしくね。月さんはすごく物知りなんだ。あ、かわいい、センスがな、センスの塊んご。君のおかげでこの辺に隠されていると噂の隠しカフェに入れたよ。勝手ながらこれはお礼。え、これさ、メガネの奥のさ、片目さ、なんか半分に閉じてて、もう片方の目パチッとしてるね。ダブルゴーストブローチを受け取った。ライブで疲れたし、もうちょっとここでゆっくりしていこっかな。芸能人なの？ライブには病院の子供たちもよく来てくれるけど、来てくれたお礼に黒いキャンディをプレゼントしてるんだ。君は幽霊じゃないから拾っちゃダメだよ。なんか飲んだら即死かな。即死。レッドガール、これメアリーじゃないよね。このさ、電話番号ってさ、37564。かわいいなぁ。人間事件の話。人間事件の話。人間界とマカオを行き来した人物の話の中に人間が命を落とした話をしたと思いますが、その話、人間事件についてお話ししましょう。チャンシーが人間と力を合わせて魔界に建設された屋敷。その屋敷は宿泊施設で、会館には豪華な式典が行われました。式典は人間界の技術で作った鉄製の芸術塔を魔力でコーティングしたもの、それをチャンシーと人間が掲げるという流れで行われる予定でした。剣は刀身が血のように赤く、とてもとても美しい剣だったと聞きます。しかし剣を持った人間は突如暴走、式典に参加した魔物を次々殺して回りました。その後人間は魔物部隊の攻撃により死亡しました。後に研究で高濃度の魔力に人間が触れたり取り込んだ場合は、魔力が人間の体内で暴走状態になり、生き物を見境なく攻撃することが分かりました。あ、連続しておっしゃった。これだけ読むね。人間界と魔界を行き来した人物の話。人間世界と魔界がお互いの存在を認識したきっかけは、魔界の建築家であったチャンシー・ハーコックが空間の切れ目から人間界が落ちたことだったんです。チャンシーさんは一人の人間と出会い、意気投合し、お互いの知識を共有しながら人間と魔界の技術の合わせを持つカラクリを発明したのです。しかしその会館の式典で不幸な事故が起きて、人間の少女は命を落とし、チャンシーもそのホテルを封じ込めたのだとか。読まないけど、ざっと見ていい？割と行き来できそうな話してたね。人間界と。ちょっと早いかもだけど。
一時停止とかね、して見ていただけたら。列車なぁ。イルゼって誰？イルゼのパパ。あ、なんかあれか。受付のあのストーカーの人のパパが。なるほどね。地理学者さんってさ、こいつと似てるって話あったよね。世界観が広すぎる。世界観が。じゃあまあ行きますか。まあ外にも行けるのは置いといて。まあ元気出たか。この傷が癒えるまで少し時間がかかるだけですわ。枕はこれでよかったの？よくないよ。ルナがもっと強かったら。よくないよ。犠牲が多すぎる。犠牲が。選択肢間違えたのかな。選択肢。いつでも帰ることができますよ。準備ができたら魔法陣の中央に乗ってください。ついに帰っちゃう。あ、おったね、この人。別れを悲しんでくれている。あんたにはお世話になった。そんなにお世話したかな。向こうに帰っても元気でやれよ。そのあなたたちがこの世界に落ちてこなかったら、お姉様と再会を果たせなかったと思いますの。感謝してますのよ。出れた。姉子が本当にお世話になりました。うん。俺も一緒に連れてってくんねえかな。うん。なんか割と行き来できる。って書いてたから行き来できるんじゃないの。僕まだメアリーのことで悲しんでいるんだ。もしかしたら助けれる選択があったんじゃないかって。今更だけど迎えに来てありがとう。マスター、マスターの愛を叫ばしてくれ。もう行きますか、ね。はい。あ、でもヨナちゃんが立ち直ってないのに。本当にありがとうございました。かわいい女子ができましたわ。バイバイじゃないわ。またね。ですよ。枕、またね。あなたのおかげで料理の心をまた習得することができました。感謝します。
これからは過去と今の記憶を改めて天才科学者になるため精進していくぜ。ちらお別れの時ぐらいこっち来ていいぞ。本当ですの。改めてあなたのおかげでお姉様に再会できましたわ。ありがとう。元気出すんだよね。私も整理がついてないんだ。残された者同士一緒に頑張ろうね。そうそう、笑って過ごしましょうね。僕からもお礼を言わせてください。あなたがメガネを拾ってくれなかったら僕はここまで来れなかった。実はあんなに会議室が賑やかになったのって初めてだったんです。これからはきちんと他の先生と協力しながらやっていきたいと思います。シュン、かわいいよね。ジャイルス先生は優しいところがいいとこなんですから。名前最後まで覚えてもらえなかったな。私も覚えてない。俺は多分向こうに着いたら普通のモルモットに戻っちまうけどよ。マスターのことはずっと大好きだからな。今度来ることがあったら家族を連れて食いに来るからな。ノエリア先生、皆さんありがとう。さよなら。グッバイ。あった。終わりなのか。素晴らしいゲームでした。うん。いやー、このビジュアルも全部綺麗ね。ドット絵なのにこういう演出ができたりね、するのは本当にすごいね。絵もめちゃくちゃうまいし、雰囲気もすごい出てるし、ムービーもすごいし、ムービーかっこいいしね。あのロゴとかもかっこよかったしね。そう、いちいちアイテムが全部かわいかったね。瓶詰めにされてるやつとか、そう、キャラクターが全部かわいかったね。Thanks for playing。シパド帰ってきちゃったね。怪我はねえか。プシュー、なんだか暗いね。すっかり夜じゃねえか。絶対母ちゃんが心配してる。時間は経ってないのかな。そうだ、また今度ここへ来てタイムカプセル掘り返そうぜ。メアリーがなんか書いてるかもしれねえだろ。そうだね、デビッド。中身が消えてないといいね。君、その顔から想像できないぐらい毎回優しいよね。この顔は何とも言えないけどな。プシュプシュ。また変な鳴き声のモルモットに戻っちまったな。それじゃあそろそろ帰ろっか。だな。まあ、一旦ね。一旦。枕。ねえ、枕。え？君はこんな結末よかった。よくないよ。メアリー死んじゃったんだよ。クスも一緒に。本当にそれでよかったの？私にはよくわからないよ。よくないよ。私たちのために死んじゃったんだって？だからその気持ちを無駄にするんだって。運命をいじっちゃいけないんだって。でも、あの時ああしていれば、こうしていればって救えたかもしれない命かもって考えちゃうよ。
誰かを救うために誰かを犠牲にする未来なんて嫌だ。えらい。こんな結末、私は認めないよ。こんな運命、全部ぐちゃぐちゃにしてぶっ壊してやる。大丈夫なよ。闇落ちじゃないね。闇落ちじゃないね。だからさあ、枕、私に力を貸して一緒に運命を変えよ。クスやメアリーを救える未来を私たちで作ろう。作りましょう。ありがとう、枕。これから君を魔界へ飛ぶ前まで時渡りさせるよ。悔しいけど、ゆりかごから助け出されてから私は自分の力に目覚めたの。使えるようになったこの力は悪用しないってクスとの約束だったけど、クスが約束を破ったんだもん。だったら私も思いっきり破っていいはずだよ。破ってしまえ。私ね、頑張って努力して時間の操り方を勉強してクスとメアリーを助ける道を見つけるよ。すごく時間がかかるかもしれない。たくさん失敗するかもしれない。でも私は時間を操れる。時間ならたくさんあるんだ。それじゃあ私は準備があるから行くね。また後で。わかった。セーブしましょうか。じゃあ、2にセーブしましょう。エニング到達おめでとう。ささやかなからプレイしてくれたお礼を送るで。これを金庫で入力してみてくれよな。OK。このニューゲーム。このニューゲームは2週目のやつってことね。わかりましたよ。運命をぶっ壊すってことね。いいじゃない、燃えてきたわ。レッドガールが誰かわかっちゃったね、これ。レッドガールの正体。一旦ちょろっとだけニューゲーム見て、でまあこの辺にしとくか。ちょっとだけ見よっか。このゲームはフィクションです。このゲーム内の人物や団体はすべて架空のものです。最初こんなんだったっけ？これまあ。まあ、ちょっとね、枕だとね、なんかちょっと違うなってなったから、マー君にしとこう。マー君ってなんかめちゃくちゃ小学生男子がつけるなんか名前みたいなんだが。タイムカプセルを掘り出そうって話ね。こういう感じだったっけ。一人で来るか普通。まあ最初からってことね。なんかわかるかな今。見たら。この感染病とか分なんか。
あー、これはあれか、トーマス的なやつの書き置きね。外出許可証、個人の外出許可証だって。へえ。ハイホテルね。板を拾った。まあ、そうね。これ一緒の感じでってことで、2回目は帰れるのかなっていうことなのかな。なるほどね。これは主役がどのタイミングだったのかね。でも あれか。なるほどね。ここってあそこじゃんみたいな感じだね。いっぱい人がさっきまでいたような。ホスピタルって書いてるね、ちゃんと。どこまでにするかな、やるの。セーブするとこまで行くか。ここから全て始まったのだって記述になったね。ようやく来たわね。なるほど。おっと、いらっしゃい、いらっしゃいじゃない。おっと、だいぶ変わったね。やさぐれちゃったか。だいぶ可愛かったのに。ん、久しぶりじゃん、マー君。君はさっき人間界に戻ってすぐこっちに来たから10分ぶりぐらい。受ける、バレてた。あたいにとってはあたいイメチェンね。なんか目の色もね、赤いね。ヨナちゃんが可愛い、可愛いヨナちゃんが。ちょっとクマがひどいんじゃないですか、目の下の。助けるんだろ、メアリーを。君は選んでここに来たはずだ。忘れたなんて言わせないからね。じゃあ、あたいから緊急報告のコーナーするから聞いてよね。はい。手短に話すと、あんたと最初に別れてから、あたいは何度も同じ時間を繰り返し、未来や過去を改変していって、どのようにしたら一番最善なのか調べていったんだ。石ころを少し動かしたり、シェフの帽子を盗んでみたり、本当に気が遠くなるほどいらんなことを試した。頑張ったね。何百何万何億。それでついにまさに今あと一歩のところなんだけど、未来や過去をいじりすぎて超有名時空犯罪者になっちゃって、あたいだと動きづらいわけよ。だから最後の仕上げは君がやるんだ。いいね。失敗したらまた別の君に頼むし、そう尻込みしなくていいよ。そしてここはあたいのアジト。どこの時間にも属さない空間を作り上げたのさ。
とある時間軸のジェナス先生にちょっと協力してもらったんだ。じゃないと時間警察に捕まっちゃうからね。いいお部屋だな。話はぶっ飛んじゃうけど、君って抜けてるよね。さっき人間界に戻った時、大事なことを忘れたまま帰ってたでしょ。ジェナス先生が手術で君の頭の中に埋め込んだ通信装置のことだよ。はいはいはい。忘れていた通信装置で、あたいがこの部屋から君に指示を送るってわけ。ふんふん。ぐーたらしてられないし、君にやってほしいバタフライ効果について説明するよ。バタフライ効果っていうのは、その辺にある適当なものの些細な変化。え、覚えてないぞ。一周目のこと。そこにある声だ。君の隣にあるやつだよ。それをちょっと折ってみてくれる？はいはい。綺麗なものが出ていったでしょ。それがバタフライエフェクト。それが見えたとき、君が前に見た未来より少し何かが変わった世界になるんだ。面白そう。枝が折れた。こんな些細なことで未来は大きく変わったりするんだ。顔も知らない誰かが死んだり、突然重い病気が治ったりね。君が病院に来たことだって、その病院の中で行った些細な出来事だって、全部バタフライエフェクトなんだ。君がこの病棟内の正しいバタフライが見えるように、あたいが綺麗な鱗粉を細工しておいたから、君はその鱗粉をすべて目にすればハッピーエンドってわけ。でも君自身に全部探してほしいわけじゃない。あたいは君にこのバタフライエフェクトをすべて確実に起こしてほしいんだ。だから通信装置で君を支援するってわけ。何をどう動かしたらいいのか全部あたいが教える。これは遊びじゃない。君がしくじったら一応時間はいくらか無駄になるしさ。わかった？じゃあ準備ができたらまた話しかけてくれる？聞きたいことがあったらでもいいよ。君それ集めてるの？それは魔物の飴って言って、一粒で魔力の補給ができる即効性がある劇薬なんだよ。時間を操るのにも魔力がいるから定期的に食べてたんだけど、人間が食べたらどうなるの？知らないなら食べることはおすすめできないな。魔力は食べ過ぎると猛毒になるからね。結構言われてるね。飴食べるなよって。え、コーラが入ってるんだこれ。あれじゃない？なんとかフルーツバンチじゃない？このシュワシュワのコーラ。頑張ったんだね。でもこんなにいっぱい部屋中。偉いよ。うん。挨拶。あたいたちもうマブだろ。レッドガールじゃなくていいの？まず最初は結核病棟ができるように過去改変した。結核病棟が入れるってことね。なんかポッてなってるけど、あんな風になっちゃって申し訳なかったっていうのは？あれか、記憶を消したことかな？目標。ジェナス先生の技術の向上が目標なんだよね。行きましょうか。ゴン。
お前また来たのか？一度人間世界に帰れたのにどうしてまた？救えなかった友達を助けに戻ってきたのか？なんで覚えてるかって？俺だってわからねえ。ただぶち殺された時に俺の時間軸はおかしくねじ曲がっちまったのかもしれない。まあせっかくまた魔界で会えたんだ。何度でも付き合ってやるさ。じゃあ初めまして。俺はモーリスっていうお化けが好きなおっさん。今は訳ありでちょっと幽霊になっちまってるんだ。ってことでじゃあ、前に会った時みたいにお前に取り付いて元の世界に案内してやるか。俺の言うことを聞いたら絶対お前は人間世界に帰れるからよ。ティロリンってお前に行くべき道を教えてやるからさ。わー、なんか面白い。電話が鳴ってる。二度目の病院の空気はどうよ。最高？それとも最悪？とりあえず一般病棟向かってくれる？友達を探そう。さあ、進もうぜ。親友に取り憑かれてる。もしかして、親友に。そんな部屋あったっけっていう部屋なんだよね、これ。あ、この杭と紙切れはラストウェポンなんだけど、今ゲットしていいのか？あの子の生存に必要なものとよくわからない長々とした文章が記述されてる。自分が落ちてきた時に抜けた。抜けちゃった。取り付いてるのがモーリスなんだ。ね。アイテムは何を持ってる？そんなに持ってないね。いっぱいあったのに。杭に紙を丸めて隙間に差し込んだ。扉が開きそうだ。来ちゃったね。食べかけのやつ冷蔵庫にしまってあったの。どこからセーブするかなんかわかんなくなりそう。まあ3からしとくか。5ぐらいからしよっか。絶対わかんなくなるけど。ねえ。あ、これね、聞いたよね、確か。ハッティ・フェデーレさん。グリーンハットブローチ。外に出たら、この人のお店があったんだ。相棒ブローチを受け取った。頭に乗せる。なんと。
へえ、使ってみるか。あら、あらまあ、こんにちは。そういう会話をしたかもしれないですね。レッドガールとともに、これね、レッドガール。やっていく感じね。終わんなかったなぁ、しかし。なるほど。ちょっとセーブするわね。こうね。なんか、ますます面白い感じになってきたね。バタフライエフェクトとか、そういう要素が出てきましてね。また一から全部やり直すのかな。でもはいない。ナースステーションなんだ、ここ。ロビーみたいな。チケット発見。あら、ナース長なんだ、イルゼさん。私が作った数日前ね。数日前なんだ、起きたのが、災害が。レッドガールから、あ、かっこいいね、連絡が来ると。誰？なんかこの顔知ってるな。体まで持って行ってくれないか。ことあったっけ、あったっけ。やるしかないか。そうだね、あのこれ頭に乗せてるのを目印にしよっか。ややこしいから。2周目バタフライエフェクトね。一回バタフライエフェクトやりたいけどね。なんか前の時紅茶がうんぬんとかもね、やってない。あ、ここがお部屋だね、確か。各自の。じゃあまあ探索とかに入ってくるので、さっきね、保存セーブしたんで、
今日はこの辺にしますか。なるほどね。ここに入れるようにはもうちょっとしたらなるのかな。外に人はいらっしゃらない。いるか。この4人はそのままリーダーがどうとかってなんか毎回言ってるね。どこでもセーブショコラね。かわいい。ちびのお顔がかわいい。一般病棟ね。小さいけど人一倍食べるリーダー。ゴーストハーブティー。なるほど。ゴーストハーブティーだけ、ゲットできてないね。黒いアメちゃんをどんどん拾ってるけども。なるほどね。ちょっとお話聞いたから、これもう一回セーブしとこう。姉さんがああいう感じなんてこの時は知らなかったもんね。はい。いやまだ終わんなかったわ。でもこれ深すぎないか。かなりボリュームがあってまだまだ終わりません。引き続きね、ハッピーエンド目指してやっていきたいなと思います。全員笑顔になる未来をね。いいこと言った。はい、じゃあ次もね、楽しみに。ゴーストホスピタル2週目やっていきたいと思います。